ホテル日光茨城大阪は、かつて、大阪府茨城市にあったホテルである。1992年7月10日に、大元ホテル開発株式会社が、茨城京都ホテルとして開業したが、親会社のダイレックス株式会社の倒産等が、影響し、経営に行き詰まり売却された。その後、関在人の一人が、茨城ホテル開発株式会社を設立し、同ホテルを購入したが、 京都ホテルチェーンからは外され、名前のみ使用する形となる。茨城ホテル開発株式会社は独特な経営方針で運営を行ったが、以前の代言ホテル開発の売り上げにすら届かず、2004年3月にアセットマネージャーズ株式会社が土地、建物を取得。同社関連会社のアセットオペレーターズ株式会社が、経営、ジャルホテルズに、 ホテルの運営と管理を委託する形で、エントランス、ロビー、客室、飲食施設等の一部を改装した後、2004年6月18日に、ホテル日光茨城大阪として、リニューアルをオープンした。2010年9月17日、MBK オペレーターズの親会社である、マーチャントバンカーズ株式会社より2011年3月13日を、もって、閉館予定と発表され、 同日、正式に営業を終了し閉館した。なお、土地と建物は MID 都市開発株式会社に譲渡され、その後同社、ブランドマンションが新築された。ありがとうございます。